はい、こんにちは、キトです。今日は朝からね、まあ毎朝なんだけど、ジェイとね、散歩しております。相変わらずね、ジェイは元気です。なぜ、ほら、相変わらずね、ジェイは元気。なぜ、散歩楽しいな。もうジェイも散歩でバテバテだからね。ジェイ疲れた？ジェイ、まあ、とりあえずね、朝一の散歩っていうのがもうとりあえず習慣になったんで、とりあえずまあ朝起きたら散歩するのがね、もう全然最近は苦じゃないから。で、体の方もね、徐々に絞れてきて、体重もね、もう84キロ切った感じなんで、83キロ台なんで、このままね、目標が今月中にね、81切るのが目標なんで、とりあえずこの調子でケト続けて落としていこうかなと思います。まあ摂取カロリーに関しては、まあ2800、700、800ぐらいで、とりあえず朝一のね、プロテインをもう EAA だけに変えて、ちょっとね、様子を見てます。そしたらまあ体重もね、スッと落ちてきてるような傾向にあるんで、まあそんな感じで、なるべくね、油多め、今日は帰って牛タン食べようかなと思います。牛タンね、楽しみだね。まあそんな感じで行っております。なんじゃ、ね、じゃ、なんじゃ、よいしょ、じゃあ行こう。もうジェイもね、だいぶ疲れたらしい。もう、じゃあとりあえず帰りまーす。このパン、牛タンね、牛タンをね、まあ、200g ぐらい、牛タン 200g と、あとは卵にしようかな、今日は。牛タンと卵ね。牛タンうまそう。結構ね、厚切りなんだよこれ、厚切りタン。 200g だから結構食えるの。まあ朝でだいたいトレ前だから、1000カロリーぐらい取るぐらいなイメージだよね。1000カロリーないぐらいだね、朝は。オリーブオイルで焼こうかな。オリーブオイルでね、全然鍋温まってなかった。全然温まってない。まあいいか。完成。卵はね、あれにしよう、スクランブルエッグにしようかな、今日はね。でね、最近のね、ちょっとブームがバターで、あのスクランブルエッグをね、作るんだけど、めちゃくちゃうまいの、バターでやると全然違うよ、やっぱり。
バターのねスクランブルエッグマジでうまい。もうね、香りがいいもん。全然違うよ。香りが違う。やっぱね、バター使うといいね。ほら、もうすぐできちゃう。はい、完成。これ、香りがいいからね。味付けはね、基本全部もう塩コショウで味付けちゃって、ちょっとね、ブロッコリーも温めてたから、ちょっとだけマヨネーズ、油多いかな、まあいいか、ちょっとだけね。今日のドリンクはアイスコーヒーにします。でね、やっぱりケトだから、このね MCT オイルをねしっかり取んなきゃいけないので、もう大体大さじ1ないぐらいだね。もうコーヒーに入れちゃって、よいしょ、はい、本日の朝食の完成です。これまあまあうまそうじゃない？まあまあうまそうでしょ。はい、今完成しました。どう？ブロッコリーしか見えない。こんな感じ。牛タン、ブロッコリーで卵になります。いただきます。いや、とりあえず腹減りすぎてやばい。いただきます。うん、まあブロッコリーはね、まあ普通にうまいけど、卵です。うん、やばいね。バターで作るだけでね全然違う。うん、うまい。そしてね、牛タンでかいんだよ結構。うん、まあ大体一食目はこんな感じだね。大体で、こっからトレーニングに行って、で帰ってきて、トレ後はね、まあ豚食べること多いね。豚、今日はなんかちょっとサーモンとアボカドのやつちょっと食いたいなと思って、サーモンがねちょうどいいのあればそれ食べようと思うんだけど、うん、大体そんな感じかな。で、あとは寝る前か寝る前にもう一食だから、その時は2食目に魚を食ったら次は肉食うから、やっぱ豚肉多いね。豚肉、うん、2食目に豚肉を食ったんだったら、3食目は魚が多いね。魚、あとはその牛だったりとか鶏だったりとか、バリエーションを変えていろいろ食べるんだけど、うん、ただケトはさ、油をしっかりとっていいから、鶏の胸肉がね超苦手な俺からしたらかなりね、あのいいよ、かなり。ただ甘いものだけね食べれないのがちょっとショックだけど、それさえなんとか我慢しちゃえば、うん、本当にそんなに苦じゃないね。食べるものに関しては油もしっかり食べれるし、肉も食べれる、何でもわりかし食べれるからね。マヨネーズも使えるし、バターも使えるし、うん、しかもここまで来るとね、もう甘いもの
欲求がね、ないって言ったら嘘になるけど、そんなにないんだよね。あれば食べたいけど、あれば食べたいし、食べれるなら食べたいけど、ないならないでね、まあいっかみたいな感じ。でも多分この朝食だけで多分1000カロリーはいってないね、多分ね。だいたい800、900、まあギリ1000いかないぐらいかな、多分。あとの2食はそこまでコテコテにしないからさ、700カロリーぐらい、600、700キロカロリーを2回食べるだけだから、まあトータル1000、どれぐらいだろうな、まあ1600、700ぐらいになるのかな、今日はね。大体いつもそんな感じ。まあ頑張ってね、一日の摂取カロリーの中から脂質をね、まあ俺の場合は6割ぐらいを脂質で今考えてるから、まあ頑張ってね、油を取ってしっかり動いて、まあゆるくね、ゆるくダイエットしていこうかなって思います。まあなんかね、これをきっかけにケトやりますっていう人も結構いるみたいだし、 Twitter とかね、インスタでも、私もケト始めました、僕もケトこれからやりますみたいな人も結構多いからね、もしよければね、みんなも一緒にやりましょう。なんかね、ケトでこう美味しいもの、まあ、基本的に俺焼いて塩コショウで食うとか、バターで焼いてとか、まあ、バリエーションはね、ちょっとマヨネーズ使うとかごま油使うぐらいしか今はないんだけど、なんかね、ちょっとスイーツとか甘いものあんまりいらないとか言ってたんだけどさ、ちょっと食べたい、ちょっと食べたい、なんかおすすめがあったら教えてくださいって感じで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。